はい、玉美さん。今1月ですよ。そうです。なんで T シャツを着てるんですか。そうです。極むじゃロックフェス T シャツです。イエーイ。なんだろう、もう、本当にさ、寒いんだけど、ちょっとね、このチャンネルを見てくださってる皆様、はい、もう見てくださってないんじゃないかってくらい、空いておりまして、本当に申し訳ございません。申し訳ございません。ですね、これから本当に、がっちりチャンネルとして、つぼいの動画も上げていきますし、あと、まあ、他にも動画を上げていくってお知らせをちょっとしていきたいというふうに思っておりますので、はい、皆様、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、つぼいさんが日本で一番だと思うドラマを今日は教えていただきます。日本一ドラマ？はい。日本一なぁ、うん。いろんな考え方があるけどね。でも本当にね、うん、素晴らしいと思うドラマは日本にいっぱいいますよ。はい。素晴らしいっす。ですので、まあちょっと多分、見る方、いろいろご意見があると思います。私このドラマが好きですとか、ぜひコメントに書いてほしいですし、僕の知らないドラマで、やっぱかっこいい人っていっぱいいると思うんで、ぜひそれも教えていただきたいですけど、ここは、つぼいの独断と偏見で、選びたいと思います！それでね、タマちゃん。はい。いや、日本一のドラマってね、まあ確かになんか素晴らしいドラマっていっぱいいるんですよね。はい。例えばさ、前にご紹介した森山武夫さん、はい。もちろん大好きですし、もう日本一の一人だと思いますよ。でも、本当にね、僕がどういう風なドラマが好きかっていうか、どういう風なドラムに憧れたかっていう風なことも多分あると思うんですよね。だから人によっては、はい、例えば村上ポンと秀一さん、うん、ポンさんもかっこいい録音あるもんね。おじさまみたいな感じのさ、ポンタさんの、ちょっと粘り気のある感じとか、かっこよかったりとかするし、まあそういうのもあったりとかするし、俺がね、むちゃくちゃ好きな録音とかだと、はい、ユーミンさん、うん、ユーミンの卒業写真のあのドラムっていうか、あのレコーディング、はい、もう、あれはもう、悲しいことがある。もう最高っていうような感じですよね。たぶんじゃ大丈夫、俺キモい。キモい。で、いや、林田つぼさんよね、うん、素晴らしいっていうふうに思うし、例えば メリージェーンを、叩いてる、たぶん角田ヒロさんがあれ叩いてると思うんだけど、うん、もう普通にメリージェーンとか言ってたし、と思ったらさ、ルルルルン何が起きたみたいな、ゆるぎ、あれとかも超かっけーとかいうふうに思うしね。はい。いろいろあるんですよ。もう上げたらキリがないです。うん。キリがないんですけど、僕はじゃあ日本一、つぼいは日本一のドラマ誰だと思いますかっていうふうに聞かれたら、はい。もう明確な一枚があるんですよ。おぉ。明確にこの人っていうふうなのがあるんです。それは誰かと申しますと、里山明誰も知らない。知ってるとは思うけど、皆さん、外山明さん知らないから、やっぱり。まあ、ジャズ系の人ではあるよね。はい、でも、バリバリスタジオ系の仕事とかもがっちり やってたりとかしたんだよ。まあ、過去系じゃないかも。まあ、今あんまり してないのかもしんないけど、でもね、この方ね、もうむちゃくちゃすごいっす。素晴らしい。本当に僕が海外に行くときに、方がだけはちょっと忘れないようにっていうふうに思ってチェックしたのが外山明さんなのよ。もうほんと素晴らしいです。もうなんかドラムとかじゃないよね。もう音楽家。うん、もうそれがね、もう顕著にわかる一枚がありますんで、はい、こちらを合わせて紹介していきたいというふうに思いますよ。パノラマ。その一枚っていうのは何かっていうと、もちろん外山さんいろいろなアルバムありますよ。アルバムあるんですけど、皆さん、ウーアはご存知の方は多いと思います。ウーア、うん、はい、ウーアの、ライブアルバムが1個あるんですよ、はい、ラっていうやつ、 LA って書いてラって、ウーアのラっていう風なアルバムがあります。そちらに外山明さんが参加してるのは録音が残ってるんですよ。それももう異次元ですよ。もうむちゃくちゃかっこいいです。もう、この外山明さん、本当に皆さんに聞いてほしい。これはちょっと説明すると、当時、ウーアの、音楽の、プロデュースとかそういうのをされてたのかな。菊池成吉さんが、担当してるんですよ。はい、
だから菊池成之さんの、こう、流れでミュージシャンを呼んでて、だからかなりその何、ホーンセクションのやつだったりとか、結構そのアコースティックな感じの、アプローチになってて、このウーアのラに関してはもう極悪です、後ろ。超強力。もうびっくり。それに乗って歌えてるウーアさんがまさにすごいっていう風に思うぐらい、ちょっと後ろがちょっとやばすぎて、もう涙ちょちょ切れるっていうような感じですね。もうこれ聞いた時本当もうたまげましたもんね。こんなことが日本のポップス界で、ありえるなーみたいな感じで、もう本当に、それで海外行こうって思った。本当に。もうこの一枚に関しては本当衝撃で、その中でも皆さん多分、ウーアの中でも多分一番有名な曲じゃないかな。情熱。この情熱の、演奏を聴いてほしいです。ウーアのらの情熱ですよ。他の情熱じゃない。ウーアのらの情熱を聴いてほしいです。もう超やべえですから。パノラボ。それで、ウーアのらの情熱は、ですね、ほぼ、ドラムとベース。はい。ドラムとベースのデュオになっています、うん。ほぼですよ。ただ、途中からホーンセクションが入ってきたりとかするんですけど、ドラムとベースのデュオに、この、ウーアのボーカルが、歌ってるんですよ。もう、後ろがその二人だけなのに、もう音楽展開しまし、食ってるし、もうビートがスパーゴーンみたいな感じで来るし、うん、固まったら、おーわーわーわーみたいな感じで、はぁーってみんなわかります大丈夫もうなんか、聞いてみたらわかるんですよね、超好きです。二人でやってると、もう思えないぐらい色鮮やかだし、その、変態ですよね。そう、ベースのね、鈴木雅人さんと、もう、むちゃくちゃ良くて、二人でもう会話しまくって、後ろの、例えば、鍵盤がやってる役割だったりとか、その他の、楽器がやってるような役割っていう風なのを、もう二人でもう、こう、自由自在にブワーっていう風にやりまくってて、よくウーは歌えたよね、あれで。すげえなっていう風に思います。後ろ注目していただけたら、もうとりあえず、なんか、ワン、ツー、スリー、フォー、グルーブが、とか言ってる人はもう、はっ倒した方がいいですよ。もうそんな関係ですから。そんなんじゃないです。もう、パワーなんだよ。まずもんね、もうコートしか表現できないんだよね。いや、まあ聞いていただいたらすっげえわかると思うんです。むちゃくちゃかっこいいです。パノラボ。でね、これちょっと逸話があって、逸話ですよ、はい。はっきりした話ではないんですけれど、みんな集まったらしいんだよ、そのメンバーが。はい。して集まって、セッションみたいな感じでバコーンって始まったらしいの。をして、それで、リハの中でよ、そうやって始まったらしいんだけど、外山だったら普段ね、結構立ってこうやって叩いたりとかするんだよね。はい。ドラムで立ってるんですよ。もう異次元ですから、あの方。もうなんかスパコンってして、しかもその決まった感じのリズムパターンとかそういうようなことじゃないから、あの方の叩くドラムっていう風なのは、もうメロディーをガーンって奏でていくっていう風な感じだし、中にそのスピード感とかいう風な、もちろんドラム特有の、なんていうのかな、エッセンスを入れてきたりとかするんですけど、ポップスとかロック界でしっかりやられてきたスタジオミュージシャンの方が、そのリハ見て、あのドラムの人、下手すぎんって言ったらしいですよ。そうね。だから、こうきっちりとしたこういう風なので撮ってとかいう風にやってる人からすると何音符か分かんない。どこに向かってる音符かっていう風なことなのかとか、歌がどう流れてるのかとかいう風にやって、普通にこう、凝り固まって見ちゃうと、はっきり言って枠から外れすぎてるから、多分そうやって見えるんですよね。だから、外山さんがよく言われるのはね、普通に叩いていただけませんかって言われて、外山さん自身はもう真面目に一生懸命かっこいいと思う普通を、自分の普通を一生懸命叩いてるから、俺って普通に叩いてると思うんだけどなって言って、落ち込むっていう、本気で落ち込むっていうね、素晴らしい、もう神様でございます。そんなドラムなんですよ。そんなドラムっていうか、そんな音楽ですね。いや、むちゃくちゃかっこいいんで、ぜひですね、なんていうのかな、結構、音楽がいいか悪いかっていうので、ジャズは難しいかとか、そういうのもあるじゃない。うん。とか、あとなんか、あんまり音楽知らないんで、とかいうふうなのは、要するに、知識があるっていうふうなことで、凝り固まった知識になっちゃうと、逆に、そういうふうな人たちが、もう、理解できない範囲を超えてくるから、もう、
受け取れないっていうような現象が起きるんですよね。でもこのウーウーのラっていうアルバムをね、残してくれたことに関しては、本当に心から感謝しております。だから僕がそのジャンルとかを飛び越えて、ジャズだけじゃなくて、うわ、日本の音楽でもこんなにかっこいいのとかがあるんだっていうふうなことを目指そうっていうふうに思えた。知らなかったんですよ、それまで。さっき言ったように、ユーミンの、録音とかも好きですし、ドリフの、8時だよ全員集合のバックの、バンドとかむちゃくちゃかっこいいですよね。あれとかも好きだったけど、要するに、その自分の音楽性も、そのポップスの中に一緒に入れて、できるんじゃないのかなっていうような可能性を示してくれた一枚だったので、本当にこれと出会えたのは本当に心から感謝しておりますね。やべえ一枚ですよ。他のやつもかっこいいよ。波動とかも超かっこいいしね。ブワーってなってるし。あとね、本アレンジがだから、へぇ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 って。で、雲がちぎれる時かな。あれでね、へぇ、へぇとかなってるのとか、おぉ、聞く時代のやつさん、さすが。なんかすげえよくわからん、みたいな感じになったりとかする。だけど、むちゃくちゃ面白い CD です。だから、全部その、ほぼ全部、元曲っていうか、元のアレンジがありますよね。それと比べて聞いてみるのも面白いというふうに思いますので、ぜひぜひ皆様、外山明、こんなすげえ人がいるんですっていうことを知っていただければなっていうふうに思います。たまちゃんどうでした？なんか聞いてるだけで疲れた。いやもうね、もう外山明のドラムは本当にかっこいいんで、皆様お願いします。今後もうちょっとぜひ皆様の力で有名にしてください。有名になってほしいわけじゃないんだけど、僕は知ってほしい、はい、本当にいろんな人に知ってほしい。むっちゃかっこいいんだよ、はい。もう本当にみたいなことが起きまくってるんで、ぜひチェックしてみてくださいませ。はい。まあ多分ぜひ皆様本当に自分の好きなドラマコメント欄に書いていただけたらなと思いますね。ぜひぜひです。はい。なんか楽しいよね。それ見てね。うん、このアルバムのこの人のこのアルバムの録音が最高なんですとか言ってぜひ書いてください。すごいチェックしますんで、はい、楽しみにしております。はい。はい、次回は、うん、ドラムの初心者向けレッスン動画っていうのをやってみませんか、はい、私がいいよ、マジでやるよ、マジで、まあ、ドラムをまだ始めたことない人、うん、もしくはちょっとやってる人みたいな感じ、うんうん、のやつでドラムレッスン、うんうん、なんかいっぱい上がってるもんね動画。そうですね。なんか大丈夫かな大丈夫かなって心配があるんだけど、真面目にやっちゃっていいの？いいですよ。やってみようかな。需要あるのかな。わかんないそれは。まあこんなだからこういう風なドラマが初心者レッスンっていうか、自分がそのドラマ始める人にはこういう風な始まりでやるよっていうのは多分ね、なんか異色だとは思うんだよね一般的に。なんかちょっとやってみようかな。まあやってみましょうか。はい、はいはい、面白いと思いますよ。はい。タマちゃんがレッスン受ける天。いやーかわいそう。まあいいや、そんな感じでね、いろいろちょっとね、ブルージャイアントも、はい、はい、待ち遠しくて仕方ないけど、新しい感もね、そうですね、まだ出てないんでしょ、うん、あらもうちょっとね、まあいいや、そんな感じでガン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 やっていきましょうよ。じゃあ玉井さん、はい、これからも皆様と一緒にパノラマとラボラトリーを楽しんでいきましょうよ。はい、ぜひチャンネル登録高評価、あと何かわからんけど、よろしくお願いします。